野崎チャンネル。ジョッ。こんにちは。さあ、はい、サバイバルチーム3つ目、はい、今日は日本ハム中日、はい、というところで、じゃあまず日本ハムね、はい、もう今日はアイドリングトークなしです。はい、喋ることもなくなってくるから。そうですね。今日も何本撮るんだろうな。今日日本ハムのサバイバルは、はい、大体言うのよ、はい、横一線とか。あ、そうですか。栗山さんに、はい、全然横一線じゃないんだけど、うん、だってもうファースト中田でしょ、はい、でセカンド渡辺、うん、でレフト近藤、うん、センター西川、うん、ライト太田、うん、これはもう 100% 決まってる。そうですね、うん、もうがっちりですね。そこだから、はい、サードショートキャッチャーだね、はい、空いてるのは確かに。うん、であと DH、はい、でもそこにこの外国人、新外国人のロドリゲスっていうのが、まあ、来るんだけど、うんうん、R ロドリゲスね、はい、ピッチャーにビードロドリゲスがいる。あ、本当だ。そうだ、はい、でこのが、まあ、内野手なんで、うん、まあ、多分 DH、はい、もしくはサードポジション、サードからってことですかね。ポジションはショート、セカンド、サード、だからサードっぽいね。そうですね。もしくは DH を回すっていうね、はい、近藤とか、うんうん、みんなで回す、はい、よく日本ハムやるけども、うんうん、っていうパターンも、まあ、あるよね、はい、でもファーストも出てるのね、うん、ファースト、セカンド、サード、ショート、はい、だからまあどこもどこでもできるんですね。まあ何回も言うけど全員どこでもできるんだよ。どれぐらいできるかどうかが大事。はい、一応外野も1試合守ってるからで。うん、でもまあ基本内野だね、はい、でも DH かも分かんない、はい、正直、うん、でも DH になった場合はサード、ショートでしょ、はい、でもサードはもう野村君でしょ。うーん、そうですね。でもまあ勝負だけどね、うん、去年の感じで言うと、はい、野村君がいい感じでね、序盤いい感じ、うん、でショートは平沼。あ、はいね、はい、ちょっと守備のエラーが多いけど、うん、はい、でもサード、ショートは、はい、まあ、もうサバイバルですね。うん、誰が取るか、はい、だからそこを、まあね、石井とかもそうだし平沼とかもそうだし、うん、八千とか、はい、野村とか、うん、でサードだったらね杉谷とか、はい、そっか、うん、杉谷選手もいるな、うん、あとは横尾とかね、はい、あと樋口ね、はい、あ、育成からだった樋口君、うん、はい、っていうところもそうだし、うん、頑張ってほしいな。サバイバルだね、はい、サード、ショートでキャッチャーがね、うん、キャッチャーがまたね、まあ、清水がねちょっと去年制球なんで、はい、なかなか送球がね乱れるっていうところはありましたけど、まあ、宇佐美もね打てる捕手って言いながらあんまり打ててないっていうね、はい、ところもあるし、うん、でまあ、石川なのかどうなのかっていうね、うんうん、本当に固定されてないですねまだ。そうだから他はもうだってガチだもんね。ファースト中田、セカンド渡辺、はい、で近藤、西川、太田はもう勝てない、うん、はい、外野はもう、うん、ノーサバイバル。はい。そうですね、うん、あとワンボーロンもいるしね、うん、だ外野きついよね。松本、浅間、うん、で磯畑、はい、サニブラウンに勝った男がね、はい、だ西川がポスティング出ていくっていうところがあったところ出ていかなかったから、はい、こう磯畑もねまた行き場を失ってどう頑張るんやっていうね、うん、だからどこかで出られるチャンスのために頑張るしかないですよね。あと今川優馬、はい、万波、うん、だいい選手はいるけどこう出てくるところがね結構埋まってますね。そう、埋まってんだよ、うん、だそこがどうなるかだよね。だ近藤選手が DH とかに入った時に外野がちょっと空くかもしれない、かもしれないから、そこでどうかっていう感じだけど、そこへのサバイバル。だから外国人このロニー・ロドリゲス次第でね、はい、守るのか DH なのかみたいな、はい、あと来日がちゃんとできるかがまだ不安っていうところもあるんですよね。あ、そうなんだよね、はい、なんか苦しいんだよね、はい、来日だから来日できなかった場合は、うん、まあ、そこがねまだ流動的になってくるけど、はい、そこがどうなんだいっていう、うん、っていうところがあるんですね。そうですね。でも一番サバイバルは投手陣よ。はい、もう投手陣だって有原はいなくなったし、はい、あと上沢か、うん、上沢がエース候補だね基本的に、うん、だ先発絶対確定上沢だけなんちゃう、ちょっとしたら加藤投手とか、いやでもあのショートリーショートリー、はい、最初にだから、まあ、あとは外国人はバーヘーゲンとか入ってくると思うけど、うん、いや先発多分そうだよ、うん、本当だ、先発サバイバルで、あ、まあ、宮西も決まってるね、うん、だって去年一番勝ち頭が上沢と有原の8勝だもんね、はい、その次が誰になるんですか。その次バーヘーゲンも同じ8勝、はい、でその次行くのが加藤4勝、うん、あとマルティネス2勝、はい、うんうん、川野3勝、あ、川野投手、うんうん、だから先発は上沢は決定、はい、でバーヘーゲン、はい、で外国人どうなるか、はい、
だからもう先発空いてる。おめっちゃ空いてる。言い方悪いけど、はい、スカスカで、ほぼ4枚空いてる。うん、4枚空いてるね、うん、はい、勝てるチャンスあるよ。ありますね、うん、で中継ぎも、うん、まあ、宮西は確定だね、はい、昨年投げたのが、あとまあ、秋吉がねちょっと不調で、はい、うんうん、で、まあ、玉井も確定だね、はい、あと杉浦が良かったのよ、うんうん、去年そうでした、ね、7勝上げて、はい、だから杉浦も最初入ってくるね、はい、3枚だね。そうですね、うん、でも2か3ドラフト1位も伊藤大海投手、そう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 、だから、うん、その前後ろどっち投げるかにもよるけど、はい、だから中継ぎも合わせると5、6枚空いてるね、はい、ピッチャー。あ、でもピッチャーじゃチャンスはつかみやすいですね。そうそうそう、うん、だピッチャー頑張った方がいい、はい、日本ハムは、うん、野手は、ね、外国人問題あるけども、はい、三遊間キャッチャーサバイバル、はい、結構ガチガチだからね、うん、そうですね、うん、だから何よりピッチャーさえまとまれば、うん、行く可能性あるけどね、上にね、うんうん、だからそこのサバイバルに勝てるのかいみたいなね、はい、でもいいですね、サバイバルしがいがありますね、ポジションが入れると。あるある、めっちゃ入れる、うん、ピッチャーね、頑張りがいがあっていいですね。だから誰が勝ち抜くかだね、うん、オープン戦含めてね、はい、まあ、日本はだからピッチャーの方がサバイバル多いですね、はい、じゃ続いて、はい、中日。中日サバイバルポジション減ってきてんじゃん。だって、はい、ファーストビシエドね、うん、セカンド阿部、はい、サード高橋周平、うん、ショート京田、はい、でセンター大島、はい、でキャッチャーは木下、うん、平田は確定なのかな。去年も怪我してちょっといなかったし、うん、そうですね。でも万全だったら確定なんじゃないですか。確定なのかな。サバイバルじゃない平田は。もうサバイバルいっちゃいますか。いや、行く可能性あんじゃないの。どうなんですかドラゴンズファンの皆さん他に誰がいます。他、はい、福留帰ってきたよね。はい、あ、そうだ、うん、あとは、うん、外野だと福田が去年64試合。いや、福田も去年はちょっと落ちちゃったね。ドラゴンの外国人は、そうだそうだ、新外国人が外野ガーバっていうのがいます、うん、はい、外野手マイナー通算91本のホームランのガーバーだから、これ出るね、外野で。そうですね、一番埋まっちゃいますね、うん、で一つだね、はい、だ平田がどうなるのか問題で、うん、もう外野は決まってんのか、はい、もしくは福田とか平田で競争、うん、組めサバイバルなのかなのかっていうね、はい、うんうん、で内野は普通に確定でしょ、ビシエド、高橋、阿部、京田でね、はい、でキャッチャー木下、はい、でそう考えたら外野、うん、平田次第でノーサバイバルか全ポジションノーサバイバル可能性ある。平田、はい、平田をどうの立ち位置にするかでね、うんうん、でも平田がまた中ブラリンな感じだとサバイバル一つある、はい、外野、はい、へー、もうなんかそう思うとあれですね、サバイバルする若手の子たちが、うん、怪我しろってなっちゃいますね。まあまあそれはもう思うよね、はい、でもキャッチャーとかサバイバルだったからずっと、まあまあ、でそれが木下がやっと去年掴んだっていうところもあるし、はい、うん、で高橋周平もなかなか出てこれなかったところが、はい、ここ最近ギュッて伸びたところもあるし、うんうん、去年だってその平田が怪我でいなかった時に、うん、外野ね、医療とか武田とか滝野、うん、とか出てましたけど、はい、そこがなかなかね掴めなかったっていうのもあるんで、うんうん、そういったところでどこまでねグッと上がってくるのかっていうね。でも戦力整ってますね。そうそう、だからそこを全部底上げしないとダメだからね、はい、平田の立ち位置次第で、はい、ノーサバイバルか、はい、サバイバル、サバイバル、いや枠がない、うん、ピッチャーは先発が大野は確定でしょ、はい、柳はまあ多分まあ普通にいけば、はい、で福谷もまあ去年8勝もしたし、そうだね、で、はい、新外国人がピッチャーロドリゲスとかか、うん、そうですね、うん、でも先発は、まあ、確定では大野、柳、福谷はまあ確定かな、はい、普通にやれば、うん、であとはもう外国人も含めてサバイバルだね、はい、で中継ぎはもうね、祖父江福、うん、でライデル・マンチェンスいるから、はい、ここはまあ普通にいったら確定でしょ、うん、で他にその前に投げるのが、まあ、外国人コンサレスなのか、うん、あと藤島なのか、はい、で又吉、うん、5枚ぐらいサバイバルかな。あ、結構空いてますね、うん、そしたらドラフト2位で入った森博人投手とか、うん、その辺も入ってきやすいですね、うん、あと1位のね、うん、高橋、うん、そうそうそう、慶応行くって言われてたところ、はい、ドラフトね、はい、上がってドラゴン中京大中京高校から、うん、っていうのもあるし、うん、ピッチャーの方があるね。ピッチャー5人ぐらい空いてるね、はい、そこサバイバルだね、うん、誰が取るか、はい、まあ、そういったところで、うん、ドラゴンズ結構厳しいね、野手陣厳しいですね、入っていくのが、うん、うんうん、まあでも、うん、あの日本ハムもね、はい、結構ガチッと決まってたけど、はい、まあ、というところで、うん、ここからは佐々木一押しの選手、はい、やっぱ中日は、はい、
梅津行こう梅津で一つあげよう。これなんかの動画でも聞いた気がするんですよね。聞いたすか。はい、なんか梅津梅津ってなんか何かで言ってたな。いやあるのよポテンシャルは、はい、うん、出すだけなのよ、はい、頑張ってほしいのよ、はい、すごい大好き大好きというか、いや、ね、俺の目が狂いじゃなかったって信じたいのよ、はい、いいっていういいって言ってるから、うん、だからそこはもう、うん、空いてるじゃん、はい、ポジション、うん、勝負しよう、はい、梅津で。いやでも入りそうな気しますけどね。うん、でもサバイバルだからね、はい、でもそこは梅津にあげて。まあまあそうですね、うん、で日本ハム、うん、野村ジェームス行こう。で見たいですよね。サード、うん、よかったし今日で夢見たい一生、うん、怪我する前、うん、サヨナラ打ったりホームラン打ったり、はい、なんかスターが生まれたってちょっと思いましたよね。いいやん、うん、でよらんやん、うん、野村で勝負しよう、はい、サード。いやで外国人も DH にしよう、はい、正直。いやなんかいい気がしますね。なんか若手を育てるっていう感じもするし、うん、だからもう野村と梅津で勝負しよう、はい、まあね、うん、この期待が開幕の日にどうなってるのかどうか、はい、分かんないですけど、はい、まあ、皆さんのね期待選手は誰ですか？